はい、こんにちは。はい、今日もですね、今日もっていうか同じ日ですよね。皆さん差し替え人は分かってるんですけど、同じ日に撮ってるんです。だからスーツバージョンないですからね、なかなかね。いつも通りの私でやってきますけどね。はい、というわけでですね、今日ご紹介するのは何だと思いますか？エコバッグ。そうですよね、知ってますもんねエコバッグなんですよ、これ。まさかのエコバッグって何でしたっけ？買い物袋。そうですよね、普通に考えたらエコな、なんでしょう、おそらく。はい、エコバッグです。これね、出てくるわけですよ、中からね。で、これ結構ね、いいんですよ。激しい感じのデザインなんですよ。本当ですね。で、思わない？ほらめっちゃ上だって。ほら、どう？で、まあこれちょっと待って、これは中に入れるタイプだから、こうだよね。こういう感じですよ、見てください。皆さん、これでこういうことですよ、お買い物。でも結構入るよね、この大きさだから。かなり入るでしょう。街はない、あまり。街はあんまりない。あ、ちょっとある。これぐらい。これが街だから、大根とか入れると森ってなるよね。要は街ないからね。うん、ネギがギリギリ出るか出ないかな。出るな。斜めに入れてちょびっと出るかなみたいな。大根葉っぱが出るかな。それぐらいのサイズですよ。ね、これ日本の人用に言ったんですよ、私はね。ペットボトル2リットル。入ります。入るのは間違いない。いや、間違えちゃった。違うじゃん。久しぶりすぎて忘れちゃって、バッグの時何で俺ら測ってたっけ？あ、ないですよね。あの子ちょっと最近出かけちゃったんだよな。お出かけ中でちょっとすいません。何キティ？うん、あのデカキティで行くと3キティはいけるね。横3キティぐらい。いや、いけるね。いけるいけるいける。オールブラックスキーだと4キティはいけるかなっていうサイズ感なんですね。いや、皆さんほら、もうキティで大きさ測ってるからね。うちの場合皆さんはね、もう分かってくれると思うけど。でですよ、結構ね、しっかりしてる。あのさ、持ってないんだよね。もっとさ、薄いやつあるじゃん、よく。本当にもうこれぐらいになっちゃうやつ、ペラペラのやつで、ちょっと心もとないっていうか、切れちゃうんじゃないで、じゃない。もうね、結構いける。これもうワインとか6本ぐらい入れてもいけるかなみたいな。ワインとかね、さ、あの大五郎とかの 2.25 リットル入れてもいけるかなみたいな。あの菅田原とかでね、私たちはよくお世話になってるんですよ。それいけるぐらいのしっかり感はある。ある。で、わかるかな、あんま透けてないでしょ、向こう側が。だからやっぱね、分厚いんですよ、これ。で、結構これバリバリ感がある。あの、くしゃくしゃ感ではない。だから正直これしまうんだけど、しまうとき結構大変よ。これぐらい折ると硬いから、ここにぶっ込むときに結構気合い入れて入れないと。なんかだけど、入れたら入れたで結構しっかりするってことよ。ちゃんとコンパクトになりますね。なる。だから、まあまあまあいいよね。まあこれはさ、何個あってもって言っちゃ悪いけど、何個も買っちゃったらエコじゃなくなっちゃうんじゃないかって話をするわけよ。これみんながいっぱい持ってたらエコじゃねえじゃないかみたいな話になってくるんだけど、まあまあエコバッグですよね。再利用できるわけだから。まあまあ、定番って言っちゃ悪いけど、あれですよね。もう大事だ、大事ですよ、これね。で、これも、前から続いてるように、これね、日本開発商品なんですよ。はい。ただ、メイドインはどこだと思います、こういうの。ピンポーン、なんですよ。こういうのはやっぱこの、これ知ってる、どうでもいいけど、この金色のシールあるじゃん、はあ、これメイドインチャイナっていうシールなんで。これ別にこれじゃなくてもよく見るんだけど、もうこれ透明で見た瞬間に、あ、中国製でしょって分かるぐらい有名なメイドインチャイナシールね。これついてるんで、メイドインチャイナですよ、間違いなくね。はい、いいんです、いいんです、別に。はい、エコバッグですよね。どうでしょう、エコバッグ持ってますか？持ってるけど、持ち歩いてはいない。意味ないですよね、それ。そうなんですよ。うちのだから3号はちゃんと持ち歩いてますよ。本当に？うん、そう。そんな持ってなさそうなやつ。そんな言うけど、僕も持ってますよ。そうですか。僕、あのフランスのリュックの中に必ず入ってるのが、あのサンウルプスのエコバッグです。とりあえずでも傘もちゃんと持ってくるし。そう、うん、それコンパクト性大事にして。そうなんだよ、分かる、分かってくれる。俺、あのリュック命だからね。でっていうのが、今日リュックじゃないんですよ、スーツだから。あ、そっか。で、今日持ってないんですよ。だ、今日スーツじゃ買い物しないかなみたいな。で、スーツでさ、たまにでもネギとか持ってる人いるじゃん。俺結構好きなのよ。あ、なんかいいじゃん、生活感。帰りにさ、ネギ買ってきてるなみたいな。ああいうの俺結構好きなんだよね。
だからやっぱりネギネギうるせえなんて言うけど、ネギ基準なわけですよ。ただわかる、その辺の人がじゃあ言ってる、ネギ切れるじゃないですかね。違うんだよ、切っちゃダメなんだよ、ネギっつうのはね。あの斜めに切ったりとかするわけだから、もったいないわけよ、横で切られたら。そういう、わかる、そういうところ切っちゃえばいいっていう話じゃないんだよ。そのまま持って帰るところがネギなんだよ。ネギ、ね、ネギの話してもしょうがないな。いいですか。というわけですよ、このねエコバッグ、今回はね結構俺の記憶にないぐらいしっかりしてる。今までいろんなチームがいろんなところでエコバッグ作ってきたけど、うん、結構これはあのね初めてパターン。確かにサラルブズの時と全然違う。違うでしょ、違うでしょ、全然違うよね、うん、これ初めて見たでしょこれ、うん、で悪くないよねこれ、なんか全然いい。なんだろう、スマポッケねえし、あのもうた心持ちだよね。もうちょいこれぐらいだったらなお良かったよね、うん、ポッケとかに入っちゃうしみたいな、ね、ちょっとだけでかいか、まあだけどいいか、あ、まあまあいい、これぐらいでしょ、あのサイズ感これぐらいになっちゃいますからね、あの一つ忍ばせるにはいいですよね、はい、でこうのだからあの見に行かれる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、こういうのは逆ですよ。だから日本開発商品は日本で買って持ってったら向こうの人たち大喜びだから、確かにで買えないから、でフランス人とだこれを3つぐらい買ってってフランスと交換するわけですよ。ああいいですね。それがラワールドカップ、この前のねあれ見てほしいんですよ。俺がニュージーランド行って女子ラグビー見た時のあのスタジアムまで行く途中の動画見た、はい、もうやばいじゃんみんな、はーいとかってグッドバックみたいな、そうあれですよ、ワールドカップってあれだからね、うん、もうフランス全土がああなるってことだからね、あれもう女子のワールドカップと比じゃないから、そうですね、男子は、うん、もうねぜあ、行ってらっしゃい、うん、あのね、いいんですよ、臨場感でお届けしてますからね。はい、というわけでですね、なんだっけ、あのエコバッグですよね、エコバッグ、あのこちらも俺の予想ですよ、かなり売れちゃうと思う、売れちゃう売れちゃう、これはね自信作品ですよ、僕が作ったんじゃないけどね。はい、2200円です、はい、どうですか200円です。お値段はどうですか、悪くないですかね、はい微妙ですか、微妙ですかね。いいじゃないですか、本当に。いやいや、いや一個だけ言わせてね、はい、さっきね全然関係ない銀行の人とミーティングしたのよ、はい、ちょっと、まあ、あの悪い噂、あ悪い噂じゃない、悪いミーティングしてたんだよ悪かねえか別に、まあ、いろんな話してたわけ、まあ、あの信用金庫とかってほら毎月来るわけよ、はい、情報交換とかね、で話してここにね週末 の, あの試合に向けたあのポップが置いてあったわけよ、で その人は全然ラグビー関係ない、ただの銀行マンだから、はい、パラパラって見て16,500円のオールブラックジャージ見てなんて言ったと思う、安い、そうなんだ、えこんな安いんですかって、ごめんなさいって、オールブラックスのジャージ16,500円って安いって思いますって言ったら、安くないですかこれだからラグビーファンじゃない方の意見で、えサッカーファンってことですか、だから彼は何やってるか知らないけどラグビーは絶対やってない、でどんどんめくっててポロシャツが9500円ぐらいだったわけ、見てえポロシャツ9000円でいいんですかって、えどう思うの安いですかって、安いって、だってこれゴルフとかいけるじゃないですか、そういけるねっつって安いな、オールブラックスとか入ってて9000円は安いって、あなるほど、その辺の感覚だよね、だから俺たちと全然違うわけよ、うん、そのまあその人は銀行マンだからね、そうこれなのかもしれないけどじゃあそういうとこさ、もっとやっぱ俺たちも研ぎ澄まさないといけないわけ、感覚を、はあ、だから本当に適正価格ってどこなのかって、まあ俺ら変えられないけどね、相手そのジャージの値段は俺らが決めたわけじゃないから変えられないけど、だからだそう高いと思って最初から割り引いて売るとかって無駄なわけじゃん、うん、安いと思ってる人いるわけだから世の中に、何なんだよって思ったよ、だそういうところあのね、みんなでもっと研ぎ澄まそう、うん、感覚をね、それが大事だと思う俺はね、何の話だっけ、関係ないよねこれね今日何の話だっけ、すげえいっぱい出てるでしょ、違うんですよ、今日めちゃくちゃ忙しくていろんなこと考えてるから、もうちょっとあっこっち行ったりしちゃって、まあいいや、はい、というわけでですね、エコバッグあの一つね、これね、あの普通の通勤バッグとかにも入るサイズですからね、よろしければですよ、ぜひ一つ、あの非常に厚手であの丈夫な感じがしております、はい、よろしければ下の方のリンク見てみてください、では